帰るまでの間、僕の大好きなサバ寿司、すげえボリューム、滝の外しで大寿司ラッシュを行いたいと思います。めっちゃ食うやん。すごいわ、サバって書いてますわ、間違いない。あ、結構しっかりしたサバ寿司です。昆布と別で食べた方がすごい美味しい。あ、そう、すごいペースで食べてる。もうな、止まれへんわ。止まれへん、好きやねんな。2個乗ってるね、ちっちゃかったら。あそこやからちっちゃいのでいいかっていうことじゃない。そこにね、終わりましたね、先の外しです。これサバ、さっきはずっとサバでね、今回は鮭が入ってくるんで、鮭が効いてくる。はい、ジョン発表します。鮭、サバです。ああ、いいですね。お、鮭や。そうや、変えてたよね。ああ、これ鮭や。違って変えてたよ、鮭、サバ、サバ。鮭と食べたので、寿司シャッフルを行います。食べか分からんから。鮭狙い。サバかさっきと比べてだいぶ締まってる。薄い分普通の味がすごい効いてて、これもうサバに焼けました。あのゴンブのやつ1本食ったから鮭を引きたい。柿の葉ガチャです。参ります。参ります。サバや。お前が混ぜるからなんだよ。どっちかが鮭やろ。これ2つサバやったら、これ嘘や。いきます、サバや。お腹いっぱいや。ということで、寿司ラッシュなんですけど、広島に着く前に終わってしまいました。寿司ラッシュ、サバ寿司好きの人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。